松平忠正は、江戸時代前期の大名。越前国福井藩三代藩主。官位は、聖四位下、三義、伊予上。慶長二年十二月十四日、初代藩主、結城秀康の次男として、大阪にて誕生。陽名は、虎松、虎之助。二代藩主、松平忠直の同母弟。五歳の頃より秀康から長見義次。 駒高木オらの家臣を付属された。慶長十二年、祖父の徳川家康、叔父の徳川秀忠に越見し、秀忠の側近くで養育された。叔父にあたる徳川頼りさと、同じく、慶長十二年に、家康即室の秀勝院の勇士となり、同年十一月、か佐姉が先藩一万国を与えられる。武勇に優れた決起盛んな性格で、大阪冬の陣の際は、 徳川秀忠の側で随行した。翌年の慶長20年が近づく頃、徳川幕府と大阪の豊臣氏との最終対決が近づく気配を感じると、年齢が若いために出陣許可が降りない可能性を考慮し、直前の正月に急いで元服を済ませ、大人として扱われることを望んだ。望み通り。 秀忠より変気を賜って、意を守る忠政と名乗って元服し、1月8日、15位下地重に除任した。2月には、14位下となる。出陣の許可を得ると、直後の夏の陣では、他の兄弟と共に、兄の忠直軍の一角を占めて出陣した。夏の陣の際は、大阪八丁の一番乗りの功績をあげる。忠政の手勢が上げた支給は57。 うち自身で挙げた手球ガニと記録されている。この際に使用したカタカマヤリは、その後福井藩の大名行列のシンボルとなった。この大阪の役の活躍により、同年末に、日立国下妻藩主であった、頼房の水戸天保の後、下妻藩三万国へ、加造違法された。さらに翌年の元画2年には、松平忠照海駅の後、 信濃国松大藩12万国へ、元那4年には、越後国高田藩25万国へと、過剰違法されている。元那9年、二大将軍秀忠と仲が悪く、そこにも粗暴な一面があったなどとされる兄、忠直が、不行席を理由に入る処分となった。その後爆名により、弟である忠政が、藩領のうち、越前北の小50万国及び越前、 松平雷越気画廊の本田富生を筆頭とする、武変者の家臣シー105を継承し、高田から随獣の300機を合わせて新たに、福井藩の家臣団を形成し、藩領を相続した。当初、おいで忠直の着し、千千代の行く末を思い合った忠政は、相続を誇示したが、幕府は千千代に対しては別に領地を与えるとしたため、忠政は本家を相続することとなった。 後千千代には新たに、越後高田に二十六万国が与えられた。官営三年八月十九日に西洋にした産となる。官営十一年三大将軍、徳川家光が大軍を率いて上落した際、忠政も上落した。同年、領地主院状を拝領し、それによれば、同年八月時点での所領は五十万五千二百八十国で、ある。後、 寛永14年、弟のナオラの越前木本藩から越前、勝山藩への移転に伴い、幕府より、木本藩2万5千国の給料のうち2万国を、加増される。商法元年には、同じくナオラが、勝山3万5千国から越前大野藩5万国へ、移った後の勝山3万5千国を幕府より、安ず領として預けられた。 官営14年の島原の乱には出兵の命は、くだらず、見舞いと称する、藩士12人を派遣した。官営20年異国船改めめのため三国港に、板書を建てる。商法2年8月1日、江戸の霊岩島の中、屋敷にて即居した。葬儀の後、家臣7名が巡視している。法名は、高吉院殿閣王ただし信頼小児。 墓地は永平寺。またこの光通が回帰となった大安全寺にも、半袖、父の結城秀康らと並んで、墓がある。忠政の死後、福井藩は、家督相続問題などから次第に所領を、減放されていった。また、忠政の血筋は、総生の代で断絶した。福井藩相続以前の領地は激しく移転を繰り返し、 それぞれの土地での反省の話題は少ない。松代藩を統治した際、それまでこの地を治める藩は、川中島藩と呼ばれていたが、忠政が居城を松代城と定めて以降、この地を治める藩は、松代藩と呼ばれるようになった。越後高田藩時代は、地元の神社仏閣を保護したことが伝わり、特に、米山役師を崇拝していたと伝わる。 50万国を領する大大名となった忠政は、北野省の北が敗北に通じるということで、福井城中の井戸から由来し、町の地名を福井と改めたとされている。福井に入った忠政は、直後より法令を交付し、就門改めを行うなど、領内や、家臣団の規律を定めて、統率を強化した。神殿開発、交通網の整備にも力を入れた。 忠政の知性は、洪水、薬病、地震など何度も最悪に見舞われ、知性は多難を極めたが、忠政と家臣団は、見事な手腕を見せて、反省を安定化させ、それらを乗り切った。また、大安寺温泉付近で、新規の温泉場の開発を行おうとした形跡が見られ、該当地域の温泉管理を行う住民に、租税免除を発している。 この大安寺温泉は、忠政が、当時利用したと伝わっている。忠政が、越前松平宗家を相続した際、不賀老の本田富生は、将軍から直々に、忠政を支えて、これまで通り藩政を補佐するようにと命じられる。藩には幕府に選ばれた、有能な家臣の多くが残されていたため、忠政は、滞こりなく、藩政をスタートさせることができた。 主な家臣を表する、エッシュミをただしくに残る言葉に、頼むエッシほんだたに、生き如来期か、島なるい整備の面つらとある。しかし、高田藩時代に、不がろであった、稲葉正重は、天保に随行せず出奔し、幕府により湿気を命じられている。ただまは武勇をも好み、創術師、剣術師、柔術師、救術者、法術師、軍学者などを、 多数召し抱えた。大谷義嗣の孫、大谷重政真田正輝の子、真田信正、長沢松平家の松平正を岩月大田氏の大田助武結城市下市に川朝廷の甥の朝平、小田原北条氏の船大将、山本家継、重継、越前騒動で開域された、今村森継の息子など、開域、 絶家となった大名の子孫も召し抱えている。また、刀鍛冶を保護したことでも知られている。高田城氏時代には、助宗という刀鍛冶を御用谷屋として保護したらしく、玄魔九年に期待させ、米山役師に奉納したたちが現存する。福井藩には以前、お抱えの刀鍛冶として、越前やスツがいたが、幕府に招かれて、江戸で作刀するようになっていた。 忠政は、松代藩主時代から、おか,かえの山城四国清を引き続き採用し、国清は、名刀の数々を生み出している。河次は、幕府から、青い門を掘ることを許されていたが、国清は、朝廷から、菊門を掘ることを許されていた。松平忠政、上屋敷模型忠政は、家督相続後、結城秀康から忠直に受け継がれた。 工事町屋敷は相続していない。これは、当時、忠直の息子の千代親、その他最小らが住んでいたため、それらを気遣ってのことともされるが、そもそも当時すでに、越後高田二十五万国という立派な大名であった、忠だは、江戸城大手門資金の竜の口に、立派な屋敷を構えていて、移転の必要がなかったためでもある。 この神屋敷は現在その遺構建築物は残っていないが、壮麗な建物は模型復元され、江戸東京博物館に常設展示されている。また、江戸を代表する大名屋敷として、井出光美術館像の江戸名所図屏風に、松平洋主条屋敷が、国立歴史民族博物館像の江戸図屏風には、 他の大半の壮麗な屋敷とともに、松平伊予主上屋敷と推測同定される屋敷が描かれている。寛永11年流の工場屋敷とは別に、中屋敷として、江戸霊岩島に浜屋敷地を賜った。三方を堀に囲まれた、この浜屋敷の跡地は、越前堀と呼ばれ、現在跡地にある越前堀児童公園に、発掘された石垣が保存されている。 ただまさの終焉の地は、この中屋敷である。下屋敷は、本書中の里にあった。ありがとうございます。